はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビーステッドディスパテルです。さあ本日なんですが、ディスパテルという採用モンスターがね実装されましたんでね、マスターディールさん、こちら使っていこうと思います。これあのストーリー上の話をするんですけど、まずねストーリー上ですね、こちらねもうあの最終ラスボスです。はい、ラスボス、ビーステッドというテーマがそもそもホールから、ホールっていうね闇のなんか穴みたいなのがあって、その穴から出てくるやばいやつらって感じなんですけども、もともとねこのマクシムス・ドラグマっていうね、このなんか、大進化がこいつがもうなんか一番の元凶で、こいつがなんか闇の儀式をしてなんかホールを開くと、まあそのホールからビーステッドたちがバーって、出てくるっていうそういうストーリーなんですけども、こいつがねその闇の儀式によって進化してこれになるんですよ、ドラグマのアルバゾア。で、アルバゾアになった後に、さらなる進化を遂げるとこのディスパテルっていうやつになるんですけども、これねマガマガしくてめちゃくちゃ好きなんだよね、このイラストが。そもそも見て、なんかこのエヴァンゲリオンの使徒みたいな感じだよね若干使徒感あるよね。でこのね、モンスター効果もまあ非常に強いということで、まあこれがこれまでも動画でいっぱい使ってるから、まあ分かってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、一応改めて説明しますね。除外されている自分か相手の光闇属性モンスターを対象に、そのモンスターを自分のフィールド上に特殊召喚しますよという効果がありまして、まあ例えばカオスルーラーで除外したコストとか、まあそもそもカオスルーラー自身とか、まああと、除外されている忍びネキロとか、まあビーステッドで除外したなんかモンスターとか、なんか何でも特殊召喚ができると、光闇であれば。これが展開がめちゃくちゃ伸びるんですね。今までバロネスとかショーエイとかアンヘル出してるところを、まず一旦ディスパテルを出すことによって、展開がありえん伸びることに、繋がりますというところですね。まあニビルとケアするとかね、そういう場合はねバロネスから出して展開していくんですけども、まあ相手に言わずねえなとなったらもうディスパテルから出すことをお勧めします。めっちゃ強いんで。で、ディスパテルの2番の効果も結構強くてですね、相手がモンスターの効果発動した時に除外されている自分か相手のカードをできる戻して。まあ戻したカードが自分か相手によって変わるんですけども、自分だったら、モンスター破壊する、相手だったら効果を無効にするという感じなので、まあ過信は禁物ではあるんですけども、妨害能力としてはそこまで強くないんで、ただまあ1番と2番の効果合わさって最強というところがありますと。はい。で、まあこのカードを、まあ、どれと合わせても何と合わせてもいいんですよ。マナデムとかからも出るし、今回みたいにパンクとかも出るし、あとスプライトとかもね、相性が良かったりするんですけども、まあ、今回は、大好きなパンクギミックを使って、まあ、分回していこうというふうに思ってます。で、誘発ですね。手札誘発は、増殖する G とか、ウララとか、まあ、ガンマとか、この辺が採用されているだけで、あとは、まあ、汎用的な誘発はないんですけども、まあ、ビーセットがこんだけ入ってるんで、まあ、光闇テーマ、まあ、特に残機とかね、ああいうデッキには結構強みに出れるかなというところ。まあ、ビーセット効かないね、クシャトリアとかにはちょっと、機能しないんですけども、まあ、光闇使うテーマが結構多いのでね、環境に、まあ、最近楽園とかも流行ってますからね、ああいう、まあ、モンスターたちにも、まあ、ぶち込んでいけるというところで、まあ、強いんじゃないかなというふうに思ってます。はい。まあ、基本的な動きはね、動画見ていただければ分かるんですが、カオスルーラーとジアンデッドにめっちゃポチ肥やして、ビーステッドで展開していくという感じになってます。で、カオスルーラーの出し方は、忍びネクロプラス、まあ、ビーステッド、または、パンク、どっちか。まあ、どっちもいければ一番強いですけどね。はい。まあ、そんな感じで、分回していければいいかなと思ってますんで、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。リンゴブルーム来ましたな。これ、あれなんだよね。難しいのはさ、リンゴブルームがさ、あ、うらら、はい。どうやって、これさ、まあ、あれはスプライトとかとも相性いいんですよね。ひっつくんですよね、結構。なんで、ちょっとね、その辺、どういう風に組もうかなというところはあるんですけど、まあ、僕はちょっと今、パンクと組んでるんですよね。はい。もう増地なんていうカードはいりません。で、セアミンを出しましょう。ほい。で、セアミン効果発動。これで止められても、なんもなそうだね。オッケーオッケーオッケー。なんもなそう。あ、ドロールこれ。うわ、ドロールだ。うぜえ。いや。でも墓地肥やす能力は使えるからなんとかなんじゃねえかな。うららうららとドロール食らって結構貫通できたらでかいけどな。さあ、まあ、とりあえず8シンクロが出ればなんとなるんで、ぶっ込んでいきましょう。カオスリラー OK でレベル5のディアノートにレベル3のセアミンをチューニング、シンクロ召喚現れろ。カオスルーラーの効果発動にチェーンして、ディアノートの効果発動
レベル8のモンスターを独自召喚。オーケー、よしよしよし、墓地だいぶ超えるけど、まだ問題はあれだな、ドロールが使えねえから、サーチは入んねえってことだな。獣、あ、落ちちゃった、獣落ちちゃった。アサルト、アサルト落ちたか。うわ、弱え、落ち方弱え。マジ弱え。まあもうワンチャンスあるんで、もう行きましょう。さあ、ジ・アンデッド・バンパイ飛行画像で、カオスルーラ切って、特殊召喚、あ、フェンリルか、フェンリル。クシャトリだか。いや、このフェンリル爆連のまあまあ強いけどな。いやー、さすがにレベル2かな。でも、いや、これステルのリンゴで、結果論ステルのリンゴでよかったけどね。結果論、結果論ですけどね、これ。まあちょっと相手が何誘発持ってるか分かんなかったんで、捨てるのね、増人しましたけど、結果のリンゴで良かった説はあるが、まあちょっと1回エルフかな、スプリンド落としてB セットみたいな動きしてもいいんだけど、まあ言うてそんなに今強くないかなって気がするんで、エルフ出して、で、まあ、ビーステッドドルイドブルームを爆誕させていきましょう。そうですね、ヴァンパイアでいいかな。はい、で、ヴァンパイア除外して特殊召喚。 OK で、ルベリオンを特殊召喚して、 OK で、フクラク置いて、 OK で、一旦カオスルーラー出していいか。で、カオスルーラー出す、光属性と闇属性ゲームから除外していく。こいつでいいね。割とね、結構墓地の落ちによってランダム性が発生するんで、このデッキはその辺が難しいところではありますね。なるほど。いや、これあと1手あればな、もう1体並びそうな気がするけど、いや、リンゴブルームマジで墓地遅れればな。これマジで増地してたのを結構後悔してるんですけど、いや、もう結果論ではあるんだよな。あそこでね、セアミンになんか無効系誘発撃たれたら、リンゴと一緒にリンク召喚していくんでね。そうするとそれはそれで強いんで、はい、で、こうでしょ、で、ディスパテルで、ディスパテル効果発動して、除外ゾーンからモンスター引っ張ってきます。まあ、光属性でいいか。いや、これタイタニックギャラクシーかな。マスカレーナでもいいんだけどね、マスカレーナでもいいけど、まあさすがに魔法無効あった方が強そう。クシャトリアなんで。で、まあこれで今日のところ勘弁しといてやるか。ちょっとドロールとうらら食らってるんで、あんま展開伸びませんでしたけど、まあ、普段であればここにね、結構ね、バロネスとか、なんかそういうのが追加されてます。あー、いやー、難しいな。止めるか、これ。いや、これ止めていいんじゃねえかな。手が3枚でしょ。で、モンスター出てきたら、一応、向こうには、向こうか、破壊はできるから、ディスパテルで。はい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 、これは耐えたか、耐えたんじゃねえか。あぶねえ、よかった。あぶねえ、よかった。ちょっとダサルトシンクロン特殊召喚していく。オッケー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 。待って、さすがにね、誘発めちゃくちゃ打たれたけど、多分クシャトリだって割と事故るからね、結構事故るんですよ。そうですね、とりあえずディスパテルの効果発動しますか。ディスパテルの効果発動して、特殊召喚オーガナンバー。 OK、 ディスパテル維持できるとめちゃくちゃ強いんでね、こんな感じでもうバリバリにこうなるんで。じゃあ OK で、まあ、一応フルードバロネスの効果発動して、その癖カード割りたいんですけど、何ですかと。あー、プリペア、なるほど、 OK、 モンスターいないってことだな、つまり手札、まあ、攻撃表示にしてこれ全部殴って勝ちか。バトルフェイズだ。よっしゃ、いけ、うるれうるれうるれ。いや、これドロバー上から貫通して
戦えてるのはまあまあ結構強いんじゃない。なるほど、クソカード絶対手札に来る病なんだよな俺。ドライバーの初手確率割と 50% 超えてんじゃないかっていうぐらい来るんだけど、どうしたらいいこれ。めちゃくちゃ来るんだよね、ドライバーくん。うおー、高校ゲーム参加権発動、ドターン。ゲームに参加していいらしい。よし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 、ゲームに参加していいらしいぞ。ガンマも来たわ、最強か。いやーこれどうしよっかな、これどこに当てるのがいいかって。もうダイヤをさ、サーチする効果に当てるのが一番いいよな多分。はい、超怪獣もいい、どうでも。残機ダイヤは制限カードなんで、そんな素引きされてる確率高くないと思うんですよね。まあ僕のフレーム、再フレームドライバーを引いてる確率が 50% 以上と言われてるんで、まあ引いてる確率は全然あるんですけど、いや多分ここに当てればいいんじゃないの。はい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 、裏が絶対持ってないから増時に当てるもんだって、裏のあったら。だからここは通る、よし OK。 爆弾爆弾 OK。 よし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  OK。 いやさすがにダイヤ持ってないっしょ、さすがにね。持ってんのかい、持っとるんかい、ちょお前全持ち芸人かよ。いや持っとるんかい、うざ。いやでも言うて結構展開してくれるぞ、止まらねえタイプかこれ、全力展開挟んでくるやつ。ああダイヤ召喚、リンク召喚、エンドとかで別にいいのにね。相手ビーステッドケアしてないぞ、相手引け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 、ビーステッド引け、ビーステッド引け、ビーステッド引け。いやお前じゃない、その D ビーステッドじゃないんだよ。ちょルベリオン黙ってろ。うわやばいやばいやばい、ちょっと本当に早く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 聞いて、早く聞いて、ちょお前違う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 、ちょっと早め早め早めで、いやー違う。全然怖い、結構入れてんだけどな枚数、そんな来ないか、やばいぞマジで来ねえ。でも結構入れてるって言ってもそんな入れてないか、サロニール3詰めとかしてるレベルじゃないしな。いやこれ普通にきついぞ、なんか全力展開されたらヒートソウル、いやーきつい。いやサロニール来たー、一応サロニール来たー、オッケー、よし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 、まあまあまあ合格点ギリギリ。これビーステッド食らわねえテーマ今一番強いんじゃないの、なんか知らねえけど、ビーステッド食らわないっていうだけでさすごい評価点高い気がするんだよね。どうなんだろう、ビーステッドめちゃくちゃ飛んでくるじゃないですか今。これリンク召喚してきたら殺すぞの構えした方がいいよな。ビーステッドサロニール効果発動しましょう。これバルドレイク結構強くね、これこれさ妨害相手残さないようにできるんじゃないかな。ダイヤ除外するじゃん、まずお前問答無用で除外するっしょ、でさらにシグマも除外して、いやこれだいぶきついだろ相手。バルドレイクはちなみにあの相手がね、なんかあのモンスターエクストラデッキから出してくると、あてかエクストラデッキじゃなくてもいいのか、別になんかその特殊系の、モンスター出してくるとフィールド上のモンスターリリースして除外しますよみたいな効果あるんで、これリンク召喚してきた瞬間にぶっ壊しますからね。うん、さあぶち殺してやるぜてめえの誰。あやべえチェーンできねえ。やべえ。チェーン化できません、助けてください。アクセスコールトーカーの効果にはアクセスインテグレーションの、特殊効果によりチェーンすることができず、召喚成功時に効果発動されるためバルドレイクの効果発動できません。インチキだろ、でもどうせ破壊されんならリンクデコーダーも除外するか、どうせ破壊されんならな。どうせ破壊されるんならちょっとサロニールリリースしておこう、でリンクレコーダーを除外して、でサロニール効果だけ発動しておきましょう。でレベリオン墓地送っときますか、これでしょう。いやなかなかやる、こんだけ手札あったらさすがに負けんけどな多分。手数だいぶ出るぞ、アクセスコールトーカーで破壊される、うざすぎる。でこれ何ですか、あトランスコードか、なるほど、トランスコールトーカーめちゃくちゃ展開してくんないでマジで。あトランスヒート、なるほどね、はい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 、なるほど了解。これ名称してたもんね、いいよ
セット超会場ね。あ、オッケー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 。まあ、これどっか行く。いや、さすがに大丈夫。こんだけ引いたら、こんだけ引いたらさすがに大丈夫だと思う、だと思いたい。いや、これ打つとこねえから打つか、裏だ。まあ、ゾウジーは普通に、墓直さずあるんで多分大丈夫で、まあ、ワンドローでワンチャン使えるのも嫌なんで、これ裏らぶん投げて、で、あとはこっから展開していけばいいんですけど、まあ、とりあえずビーセとルベリオンで無慈悲に、ドルイドブルムかなんかサーチして、ただ、あー、これも対象取れてるか今で、まあ、フォクシーチューンからでいいかな。これなんかどっから行くのが正解か分からなすぎるな。これこんだけあるとさすがに困るな。ノーパンク、フォクシーチューン効果、手札から、カードを1枚墓地送って、特殊召喚、セアミーン、セアミーン、はい、で、セアミン効果発動。さあ、ライフポイントを払って、デッキからパンクモンスターを手札に加えることができる。もう一回フォクシーチューンから加えておくか。はい、 OK。 そして、ノーパンク、ディアノートの効果発動。手札のパンクモンスターを相手に見せ自慢して、で、どっちか捨てでどっちか出すという効果で、ディアノート特殊召喚 OK。 今一回カゴスルーラー行くか。いや、これ先バロネス出るか。一応2秒ギアできるな。53、これアクセルシンクロスターダストドラゴン爆弾させて、はい、で、アクセルシンクロで絡みつく時間振り切ってって、でノーパンクディアノートでなんかレベル8のモンスター特殊召喚しておい、あ、やべ、これ特殊召喚したらあれやん、これ2ビル、あ、でも2ビル食らったら食らったらいいか。あ、エフェクトベーラーか、なるほど。ベーラーは別にいいんじゃない、いいや、なんとかならな。で、特殊召喚よいしょ、でアクセルシンクロが効果無効になる。でドルイドブルムの効果発動、これ多分2ビル打たれても多分2ビルの上からもう一回展開し直せるんで、多分こんだけでくとあればなんか多分大丈夫な気がします。でドルイドブルムの効果発動して、これは一旦忍びネクロを除外させてもろて、特殊召喚していく、よいしょ。で、忍びネクロだけ効果発動、福楽院は効果発動しない、戻っちゃうからね。これたまに間違えて普通に戻して忍びネクロ出てこないっていう、まあ、事件が起きるときあるんで気をつけましょう皆さん。さあ俺だけかな。で一旦ルーラー爆弾させて、2ビルなさそうですね。はい、カオスルーラーで効果発動と、効果発動してでこうですね。 OK、 あとはあ、もう優先権何もつんないんで、あとは相手が蹂躙されるのをお待ち。あー、リンゴブリム来たー、はいはい、あ、強すぎ、手札強すぎ、はい、なんだこの圧倒的展開量で、まあとりあえずリンゴブリムは召喚 OK で、まあとりあえず一回バルネスいきますか。あまりにも遅すぎる2ビルケアするわ。あまりにも遅すぎてびっくりした。ニビルケアでフルールドバロネスを爆弾させていく。 OK でバロネス効果発動、バロネス効果で後ろ除去、あ、超解除ね。多分これダランベルシア2枚目入ってない感じかな多分ね。でアサルト、アサルトシンクロンですね、アサルトシンクロン特殊召喚、ういブリッテーで、シンクロ召喚。対象取れないんで、対象取れないモンスターへの、まあ、回答、まあ、これですね。いけ草原対抗昭恵、さらに、自分の墓地に存在する混沌魔竜、カオスルーラーの効果を発動。カオスルーラーの効果により、光属性のモンスターと闇属性のモンスターをゲームから除外し、自身を特殊召喚していく。そして、カードが除外されたことにより双剣太鼓翔英さんの最強効果が爆誕するぜ。
さあ貴様のフィールドのカードと墓地のカードをゲームから除外させてもらうぞ。消えんせろ。もう残機全員殺してやる。この世の残機全部なかったぞ。この世の残機全員なくなりました。はい、リベリオンの効果起動する必要もねえのか。別にリンゴブルームの効果発動。リンゴブルームの効果によってさらにこのカードをゲームから除外しトークンが生成。このカードはトークンとして扱うことができる。そして現れろ、レベル8のカオス、いやアクセルシンクロでいいか。アクセルシンクロにレベル2のリングトークンをチューニング。シンクロ召喚ザ・ビーステッド・デスパテル。ザ・ビーステッド・ディスパテルのモンスター効果を発動。モンスター効果により除外ゾーンからレベル2のチューナーモンスター1体を特殊召喚。現れろ、もう一度リンゴブルーム。これにより繰り返しリンゴブルームを一生使い続ける。そしてレベル8のカオスルーラーにレベル2のリンゴブルームをチューニング。新規の召喚現れよ、混沌の総翼カオスアンヘル。アンヘルの効果発動。貴様のフィールドのカードをゲームから除外。ちなみにこれパーフェクトアンヘルなんで光闇属性素材にしてるんで、自分のフィールド上の新規のモンスターは全部何の効果も受けません。相手が発動したモンスターの。そして戦闘では破壊せません。最強うわアルティメット盤面。つえ強え。なんだこの最強盤面は。ビオ、これが最強デッキ。ビーステッドパンクのパワーよ。対戦ありがとうございました。いやかっこいいなこのフィールド。やっぱこのなんか始まりのこのイカズチマジかっこいいよね。あーまあ割とやれそう。まあまあやれそう。ゾウジー通ってください。お願いします。通してください。増殖手術が通ります。新たまいいでしょう。荒ぶる魂。岩戸さっき玉岩戸って何。これどういうこと。エクソシスターとか残機ではない、ルーンですか。スピリットルーンみたいな新しいデッキできた。あ、てか、あ、増殖手術ないとこいい。これ増殖する事情ないとこいいか。増殖する事情投げた方がいい説ある。腐ったやん増殖する字。俺がライト誰なーに。やばいこと起きた。え、でもそれ戻るでしょ。聖杯やばやばい。これ強制残業スタイルじゃん。これ岩戸くん強制残業スタイル。マジのスピリットレッキだこれ。モルガライトスピリットレッキ来た。やばい、初めてやったかもしれない。やばいやばい。まあ、ちょっと新たまと先たまはまあ戻るとして、これやばいぞ。天の岩戸聖杯ぶっかけられてるから、戻らないぞあれ。あかんこと起きてんな。え、岩戸きつすぎんか。岩戸きつすぎて笑ったわ。ちょ、やばいぞ。え、でもこれ意外と緊急テレポートあるから、いやこれ発動してほしかったっすね。効果発動してほしかったっすわ岩戸くん。てかガンマ来るの遅いっすわマジで。ガンマくんのバリ遅いっすわ。ちょ、初手であったら普通に聖杯ぶっかけたらね、あの岩戸ってさあれなんだよね、殺せんだよ。でバルドレイクリリースしてアドバンス召喚して、いやこれぶん投げるしかないっしょこれで。あ、でもカオスルーラーとか一応出せんのか。出した方がいいか。打点高くなるな。あの癖カードなんだろう。あの癖カード何かによるな。これ一応シンクロモンスター効果使えないんだよな一切。モンスター効果1ミリも使えないんだよな。これシンクロ召喚して、いやーでも殴るんだったら同じか。結局カオスルーラー効果使えないじゃない。ここで使えるのもったいない。殴ってからの方がいいか。通る、殴ってからの方がいいな。殴ってからの方がいい。これぶん殴って倒したら最強だぞ。アームズコール。やばい。あ、やばい。止まれバルドレイク、バルドレイク、バルドレイク止まれ。うわバルドレイク、俺のバ
やべえ、緊急テレポート使ったらゴミみたいなミスだこれ。じゃあやばい、普通手数失った。え、やば、普通に調子乗って発動して8シンクロする意味なかったのに緊急テレポート使ってもうたわ。このアンカ神社強すぎだろマジで。縛ったら勝ちやん。ライトニングぶん殴る時の効果はいけるんだ。岩戸と相性いいな。